皆さん、こんにちは。小千田です。本日はですね、皆さんにとってお得な情報をお届けしようと思います。日本語教師、お得に資格を取る方法。はい。 やはりお得が一番ですね。お金がかかるとかね、時間がかかるとか、やはり無駄なものはなるべく排除したいというのが世の常だと思います。今日はですね、そんな感じで、試験に関わる料金とか、そのあたりについて、こう一番ね、こうシンプルなルートで行くとどうなるんだということをですね、皆さんにお伝えしていこうと思います。まずですね、まあ、あの、一つ、 えー、話さなくちゃいけないところとしましては、まあ、今、日本語教師の資格ですね、に関しては、まあ、二つあるというような状態になっています。一、えー、つ目がですね、まあえー、これまでずっと、えー、ありました、日本語教育能力検定試験というものですね、えー。今年、今、令和6年なんですけども、今年も令和6年の試験もですね、引き続き、令和5年からですね、えー、引き続きやっていくという試験になっています。 これまだね、これがね、あの、こう、資格の中で一つ占めている大事な要件の一つだったと。で、それで、新しくですね、今年で2024年からですね、新しい法令が施行されまして、登録日本語教員という資格が出来上がりました。 で、その登録日本語教員に関わる試験が日本語教員試験というものです。で、このあたり、えー、なんか検定試験を受けた方がいいのそれとも、その登録日本語教員の方に関わる日本語教員試験を受けた方がいいのっていうのは、ちょっと人それぞれ、ケースバイケースであり、あのあた、またね、その試験の価値っていうのも、またちょっと異なってきているので、そのあたりの解説、 とかですね。他の動画でも上げてるので、そちらをご覧いただいたりとか、あとですね、えー、ちょっとご自身で調べていただいて、えー、試験ですね。どんな風に違うのか、ということは、えー、お調べお願いいたします。で、今日話していくのが、その試験ですね。まあ、この検定試験というものが一つあり、そして別の、今新しい流れとして、登録日本語教員というものに係る、日本語教員試験というものがあり、 まあ、その登録日本語教員の資格を取るための中の一番シンプルなやつ、シンプルなコースで、どれぐらいお金かかるのということをですね、お話ししていこうと思います。まず1個目、この日本語教育能力検定試験ですね。まあ、もう30年以上行われている歴史のある試験で、私もね、あの、試験、あの、合格して、この資格は持っているんですけども、これまでね、法務省の国事校というところで働く 最後にですね、まあ、場合によっては必要になる資格試験でした。でこちらの受験料がですね、えー、1万7000ということになっています。まあ、若干ねす、ここ数年の間で値上がりしたんですけども、まだ2万円にはいってないみたいな。えー、で、まあ、1日ね、かかる試験で、今年、令和6年は10月の27日にこの試験を行われるということが決まったんですけども、年1回の試験です。かなりですね、まあ、専門性があの問われる問題で、やっぱりこの試験をね、受かっておくっていうことは、ご自身の専門 性を示すという上では非常にこう重要な試験なんじゃないかというふうに思いますまあこちらもねあの先ほど言った通りその必要な方ね、えー、まあ今私はいらないかなっていう方もいらっしゃると思いますのでそのあたりはしっかり精査してからあのこの資格ですねあの受験を検討くださいでそして ま、これがこの検定試験の話終わりですね。で、次にあるのが日本語教員試験。こちらは今年の2024年から始まる登録日本語教員に関わる試験についての話です。まず、この日本語教員試験、基礎試験と応用試験というのがありまして、これ場合によっては経過措置というのがあって、えー、試験がね、免除になるとか免除にならないとかっていう話があるんですけども、今回の話してる話はもうゼロ。 えー、ゼロから、この日本語教員試験。これまで日本語教育携わってこなかったよ。ね。でも、えー、その国家資格登録日本語教員取りたいなっていう時にシンプルに行けるのが試験ルートというものになります。試験をフルで全部受けて、で、あとね、研修もあるんですけども、実践研修っていう実習みたいなのも受けて、それで、あの、国家資格取りに行くみたいな。もうゼロから一気に取るぞ、みたいなパターンの、えー、お話をしていきます。すごくシンプルなコースですね。 でまずその日本語教員試験というのが、先ほど言った基礎試験と応用試験という二つあるんですけども、それを受けるための受験料が18,900円ですね。検定試験より若干高いな、みたいな <laughs>、えー。ちょっとね、高いなっていう感じではあるんですけど、まあ大体同じぐらいの値段ではあるんですけどね。若干高いんですけど、そんな感じの値段です。で、次にあるのが登録手数料ね。ここでもちょっとね、お金がかかるのかということで、<laughs> えー、この えっと、日本語教員試験とは別にですね、あの、ポータルサイトというものがあります。そのポータルサイトに登録する際に、登録手数料というのがかかります。そこに4400円の手数料がかかるということなんですね、えー。はい。これはね、あの、日本語教員試験、そしてその登録日本語教員の資格を取るためにはね、えー、皆さんね、ちょっと払わなくちゃいけない金額ということになりますので、必須の料金となります。 試験が18,900円。そして、その、えー、まあ、サイトに登録するときの手数料が4,400円というふうになっています。そして、試験これでクリアね。あと登録手数料もね、クリアしたとします。試験も、これ払って受かったと、ね。で、次に待ってるのがですね、こちら。実践研修ですね。 実践研修というのはつまり実習みたいなものですね。教員免許を取るときにも実習というのがあります。で、日本語教師にもその実習というものがありまして、まあ、授業をね、どうやってやるのか。そして実際に模擬授業なんていうのをやってみて、実際の授業、教団経験を積んで、その日本教師としての力をつけるという実践研修というのがあります。 その実践研修を受けるためには、文部科学大臣が行う実践研修に関しては、費用の手数料が5万900円となっています。これね、ここまでの金額の中で、一番大きい金額ではあるんですよね。ただ、この実践研修ってなると、えー、実際にその授業ね、どうするかとかっていう科目を受けたりとか、模擬授業をね、実際にやってみるっていうのが、えー、入るので、まあ一応内容としては、 今ね、この、えー、法令の方で挙げられているものとか出ている内容としては、すごくね、充実した内容ではあるんですよ。単純に試験を受けるだけとかではないので。なので、まあそういった意味では自分の力をつけるための研修って考えると、まあ、それなりの金額なのかなというふうには感じるところではあります。まあこの金額をね、どう受け止めるかっていうのはまた人それぞれだと思うんですけども、その費用がかかってまいります。そして、今のをまとめます。 検定試験はね、これだけで単独の試験っていう感じなので、これだけ。そして、登録日本語教員に関わる試験、えー、日本語教員試験というのを18,900円。そして、登録定数料4,400円。そして、実践研修費用。この3つですね。3つを合わせると、74,200円ということになると。なので、まあ、検定試験は私はね、いらないなと。えーまあ、今後国家資格には一応関わりはないので、令,、えー、令和6年以降の試験の合格は、 関わりがないので、もうこっちの国家資格の方だけ取ろうというふうに思っている方は、合計で74,200円かかるというふうになっていると。これどうでしょうかね。えー、お得なのかどうなのかみたいな。まあ、国家資格がね、この料金が取れ、で取れるって考えると、 いいのかなこそれからね、あの、まあ、お仕事がね、えどんどん、えー、取れるというか、お仕事が自分のできることが増えていって、いろんなお仕事ができるよ。日本教師に関わる仕事ができるよって考えたら、お得かもしれませんね。はい。えー、こんな感じの料金になっています。で、実際私もですね、これはですね、あの、私もですね、っていうのはあれなんですけども、えー、払わなくちゃいけません。こちらのですね、日本語教育能力検で試験は私すでに合格しているので、まあ、あの、改めてね、合格を手にするっていう、 意味ででは受けけなくてももいいんですけども私、こっちのね、登録日本語教員、国家資格に関わる方は、もちろんね、まだこの動画を公開している時点で、まだ誰も持っていないので、私もね、もちろん、えー、試験をね、取得しに行かなくちゃいけないんですけども、その際、私もこのルート、シンプルな試験ルートを通ろうと思っています。なので、試験の料金、これも、 登録手数料、これも。あと、私もね、実習受けなくちゃいけないんですね。えー、実習のこのけ実践、実践研修費用ですね。これを払って、私もこれを払って受けようと、資格を取りに行こうと思いますので、ぜひ皆さんもですね、私と一緒にこの資格頑張って取りに行きませんか。はい。 資格を取るためには必要な最低限の料金だということになります。またちょっとね、人それぞれのパターンによって、ちょっと免除になったりとかなんだりとかで金額が変わるんですけども、一番シンプルな試験ルートというものはこの料金がかかっていきます。そして、ただ、実践研修はね、まあ受けに行って勉強するっていう感じだと思うんですけども、 まあこちらのね、試験。料金を払ったからといって、もちろんね、合格基準に達するわけではない。勉強しなければならないんですね。で、その勉強するときに、必要最低限、本当に最低限何かって思ったときに、これだというものがあります。この二つです。え、検定試験の過去問。つまり、こっちの一つ目に挙げた資格の方ですね。 まあ、日本語教育能力検定試験の試験の,試験の過去問が販売されています。そして最新のもの、令和4年と令和5年。まあ令和5年が最新ですね。その前の年が令和4年のもの。この2つが発売されています。最低限この2つが必要だと思います。それなぜか。この日本語教育能力検定試験という試験。えーまあ これはね、受けないのにこの過去問買ってもしょうがないんじゃないかと。私国家資格だけでいいのにっていう方もいらっしゃると思うんですけども、実はですね、秘密がありまして。この日本語教育能力検定試験の出題範囲と、こちらの日本語教員試験の出題範囲は、今ですね、全く同じなんですよ。全く一緒の出題範囲になっていると。で、そして、その、 全く同じになったタイミングっていうのが、令和4年からなんですね。なので、令和4年、そして令和5年の試験問題は、ま 全く同じ出出題範囲の過去問が出てているとううよなな状況になってますもちろんですね、令和3年以前、ね、のものもあの非常に参考になるものなのでそちらを、ね、参考にするっていうのもいいんですけども本当に必要最低限って言ったらこの2年ということになりますこの2年の過去問それぞれ1冊1540円でかける2ということで3000ちょっと,とううになりますけどもその過去問をですねしっかりやり込んでそしてあのそこからねさらに自分でねあのこ 調べたりとかなんだりとかっていうことができる学習のね経験とかそういうのが高い方はこの2冊だけでも私は試験ね合格まで持っていけるというふうに思いますなので、えー、まあそのあたりのね、えー、勉強頑張れるぞという方はこの最低限のセットだけでこの、まあ、検定試験受けられる検定試験もそしてあとそれにか、えー、別の試験である登録日本語教員の日本語教員試験の方も受かるというふうに思います えー、実際私もですね私が今やってる、えー、検定試験とあとこの国家資格に関わる対策のコース、えー、オンラインのコースやってるんですけども、えー、そちらの方でも指定の教科書としてこちらを含んでいますでやっぱりこの問題をしっかり精査してしっかりどんな問題なのかということを見ていくことでこの試験ですね合否の明暗が分かれていくと思いますのでしっかり勉強していきたいところですねはい で、さっき、今ね、お伝えした通り、私の方の、え、古戦出式日本教室では、今言ったような、リアルタイムのね、検定試験と、え、国家資格に関わる日本語教員試験の対策コースを行っております。そちらの申し込みも、まだ二次募集、え、なんですけども、まだ受け付けております。そして、もっとですね、お得に、え、勉強したいよという方は、もうちょっと価格を抑えたコースがございまして、3万円のコースで、 動画の対策コースというのも皆さんにご提供しております。こちらの方は去年2023年に行った、えー、まあ試験の対策コースの動画アーカイブをですね、皆さんにお渡しして、あと授業資料も一緒にお渡しして、それで動画でご自身のペースで勉強していただくというコースになっております。そちらはですね、一度買っていただくと動画は無期限でずっと見られますので、もうですね、何百時間ぐらいの、ね、授業動画が入っておりますので、それでみっちり 勉強していたただけたらら私はでですねこの試験2つどちらも合格できると思いますはいといとうことで、私の方でもそういった検定試験、日本語教員試験向けの対策、コース、動画講座等を行っておりますので、ぜひご検討ください。はいそんなところで、本日はですね、日本語教師、お得に資格を取る方法という話をしていきました。実際、今ですね、過渡期です。これまでのね、試験、日本語教育の力検定試験というまあ、大きな 要件の一つにあったものがあって、そして新しい資格が出来上がってきました。この実際どちらをね、取った方がいいんだろうとか、どっちを受けた方がいいんだろうっていうことは、また別の話になってきますので、しっかりそこを精査して上で、で、どっちを受けるか、ね、もしくはどっちも受けるかっていうことが決まった時点で、このあたりのですね、料金、ぜひ皆さんの参考にしていただければ幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。この動画いいと思ったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。 それではまた次の動画でお会いしましょう。